マリア・フヨード・ロブナ1828年11月5日は、ロシア皇帝パーベル一世の皇后。ドイツ語名は、ゾフィード・ロテア・フォン・ビュルテンベルク。マリア・フヨード・ロブナが生まれた、シュケチンの宮殿・ビュルテンベルク公フリードリヒ二世、オイゲンとその日で、ブランデンブルク・シュベート・ヘ境教博、フリードリヒ・ビルヘルムの娘であるフリーデリケ、ドロテア・ゾフィアの間の娘として、シュテッティンで生まれた。 フランスにほど近い父の領地モンベリアル伯領で育ったため、フランスのファッションや宣伝といったものに幼い頃から触れ、芸術を愛するようになった。1773年に、ロシア皇太子、パーベルの花嫁候補となるが、まだ14歳であったため選ばれず、年齢が皇太子に近いビルヘルミー・ネフォン、ヘッセンダルムュタットが花嫁となった。ゾフィーは、 ビルヘルミーネの兄ルートビヒと婚約した。しかし1776年にナターリアンが亡くなり、パーベルの二度目の妻としてゾフィーがプロイセン王フリードリヒ二世から推薦された。ゾフィーとの婚約が破談になったルートビヒには多額の保証金が払われた。ゾフィーはロシア皇后になるという期待と喜びでいっぱいだったが、母親は幾人かの不幸なロシア皇后の末路を思い、 悲葩にくれたという。女帝エカチェリーナ2世は息子の婚約者ゾフィーに会って喜んだ。可愛らしいだけでなく、二人には似たところがたくさんあったからである。名前と出生地は女帝と同じで良い教育を受けていたことも共通していた。ゾフィーはロシア政教に改修してマリアと改名し、1776年9月に結婚した。パーベルは極めて醜く、 扱いづらい性格だったが、マリアは彼と深く愛し合っていた。そのため、最初は良い関係だった女帝との仲が、パーベルが母を嫌っていたために悪化してしまった。翌年12月、マリアは長男アレクサンドルを産んだ。しかし、出産からわずか3ヶ月後、エカチェリーナは孫息子を両親から引き離し、自分の手元で育て始めた。両親の干渉なしに、 自分の思う通りに養育するためにだった。1779年にジナン、次男コンスタンチンが生まれると、またしても、同じことになった。両親は週に一度だけの面会しか許されず、マリアは女帝に強い憎しみを抱くようになった。その後4年間、夫妻は子供を作らなかった。マリアは長男を産んだ褒美に、女帝から与えられたパブルフスク宮殿を、 自分好みに飾り立てることで心の痛みから逃れようとした。マリアの努力の結晶は全ロシアで最も美しい宮殿の一つと歌われた。1781年から1年間、マリアはパーベルと西洋を旅行した。帰国後の1782年の暮れ、マリアは長女アレクサンドラ・パブロビナを出産した。女帝は王女の誕生祝いとしてパーベル夫婦に ガッチな宮殿を送った。ここはパーベルが即位するまで繁栄カチェリーナ派の集うもう一つの宮廷となった。女帝の支配が長く続く間、パーベルたちは苦しい収入でガッチな宮殿に住むことを強いられた。マリアは夫の極端な性格を和らげ、有益な影響を彼に及ぼし続けた。また、パブロフスク宮殿をびっかし、 周辺住民への福祉活動を行い続けた。パーベルがマリア付きの助官、エカチェリーのネリドバと深い関係になったのは彼女にとって許せないことだった。しかしマリアはネリドバと共同でパーベルの進行するノイローゼ賞を中和しようとするようになった。1796年に女帝が崩御し、20年以上影の存在だった皇太子が即位した。 全く政治に接触することのできなかったマリアも恐る恐る自分の地位を利用するようになった。彼女はロシア最初の女子学校を設立したり多くの事前機関を設けた。これらはロシア革命まで存続していた。また困窮する多くの親族に可能な限り援助をしていた。1798年に10人目の子供を産んだ後、 パーベルとの良好な夫婦関係が壊れ始めた。皇帝は19歳のアンナロプキナに魅了され、愛称にし、そのことを開き乗ったのだった。在位4年4ヶ月と4日で、パーベルは暗殺された。マリアは義母に習い、自ら女帝になろうとしたが、後ろ盾のないまま無謀だと、長子アレクサンドルに説得され、諦めた。アレクサンドル一世として即位した、新皇帝は、母に、 宮廷で最も高い地位と収入を与えて交流した。マリアは、あれほど嫌った、エカテリーナ女帝の伝統を踏まえ、胸に飾りリボンをかけた、軍事用請層でパレードに出席した。女官や呪術たちの間では、簡素なアレクサンドルと比較して、マリアは豪奢でおごりとかぶっていると囁かれるようになった。マリアは、上の二人とは違い、幼い三人の子供たちを手元で育てた。 彼らは成長すると、皇太后は熱心に文通をしたが、次第に彼らは母親に冷淡でよそよそしくなった。アレクサンドルに政治的圧力を加えるのにも失敗した。マリアは息子と違い、徹底してナポレオン嫌いだった。彼女の方がアレクサンドルのどんな信玄にも折れなかった。フランス皇帝からの皇媒、アンナ・パアブロブナへの正式な結婚申し込みを、 マリアは猛烈な勢いで反対した。ナポレオン戦争中、マリアの宮廷は、ロシアの反ナポレオン派の本拠地となっていた。ありがとうございます。